Kim Tsubu with Takahiro Kojima and Misa Eto。さあ、というわけで始まりました、キッズ部、パーソナリティ小島貴弘です。そして今日ちょっと黒目かな、色で言うと、うん、ちょっと今ちょっとオンエア前にちょっとお腹の黒いとこ見せてくれたこの方です。乃木坂46の江藤美沙です。はい、ということでライブでね、はい、ライブがあったということで。そうです、クリスマスライブが、よかったですね、たくさんのお客さん来てもらって、はい、ちょっと声がガラガラですいません。それだけ一生懸命歌ったってことじゃないですか。そう、俺なんかライブがあったって次の日全然声出るからってことは、そんなに一生懸命歌ってねえのかってことになりますね。いや、もう声の出し方がもう本当も素晴らしいっていうことですね。いやいや、とんでもないですよ。今日も可愛いですね、江藤さん。今日の、うん、今日の格好をすごい皆さんに見せてあげたいですよ今日。なんか小島さん褒めてくれるの珍しいです。うん、パーカー着てるんですけど、うん、今日なんか何気ないパーカー着てるんですけど、そういうの可愛いですね本当にダメ、ちょっとなんか褒められると調子狂うんでやめてくださいこれは何が言いたいかというと、お金をちょうだいってことね。さあ、ということで今回、皆さんと座談会するテーマこちらです。あなたはアメリカといえば何を思い浮かべますか。日米関係はいいと思いますか。今後変わると思いますか。まあ、これもう皆さんもお分かりな通り、新しくね、次期大統領がトランプさんになったりっていうことも含めてなんですが、うん、アメリカというと何を一番最初に思い浮かべたりするか、それから日米関係なんていうのがどうなるかなんていうことで、皆さんと座談会をですね行っていきたいと思っております。今週の5日に安倍首相がアメリカのハワイ・オアフ島を26日、27日に訪問しまして、はい、オバマ大統領と真珠湾を訪れることを発表しました。これ真珠湾というところは第二次世界大戦において日米開戦の発端となった場所でございます。そして今年の5月にはオバマ大統領がアメリカの現職の大統領としては初めて被爆地の広島を訪れましたよね、はい、で今回首脳会談も行われる予定で、トランプ次期政権への交代を前に改めて国際社会に日米協調をアピールするという狙いがあります、うん、オバマ大統領にとってはこの日米トップの真珠湾のこの訪問はいわゆる最後のレガシー、まあ、これどういうことかというと政治的な遺産、まあ、こう、はい、自分が任期中にこういうようなことやりましたよっていうね、うん、まあ、実績というかなんかそういうのを残すのレガシーって言うんですけども、うん、政治的な遺産となるわけなんですが、次期大統領のトランプはTPP 環太平洋経済連携協定、ね、まあこれ簡単に言うと、いろんなこう太平洋を真ん中にした周りの国と、うん、簡単に言ってますよ、はい、ね、自分で調べてくださいね。それで関税をなくしてこう貿易みたいなのやりましょうみたいなことなんですけどね。その TPP これの離脱をはじめ、これまでのレガシーを否定する発言を実は繰り返しております、はい、また日本に対しては在日米軍の駐留費の負担増額を求め、それに応じなければ軍を撤退するとも発言しているため、これまで築き上げてきた日米同盟の行方も危惧されております。これ以上12月6日朝日新聞を参照にしております、はい、だからこの先で、うん、やっぱあれですね、これまあ例えがいいかどうか別として、上司が変わるとシステム変わるみたいなことがあるじゃないですか。だからやっぱ国のトップも変わると、そのトップの意向でね、なんかこう変わってくる部分もそうそうあるのかなということでございます、はい、というわけでこの番組もたびたびアメリカ大統領選挙を取り上げまして、トランプさんについて紹介をしてまいりました。いよいよ年が明けると実務を担うということになります、はい、アメリカ第一主義を掲げる次期トランプ政権の政策は日本にどういうような影響を与えるのでしょうか。日米関係は、転換点をまあ迎えているんでしょうか。なんかこうどんどん変わるちょうど節目のところになっていくのは、ということで皆さんと座談会をしていきたいと思います、メールいただいて、おります、はい、ミサ先輩の弟子がくれてます。アメリカといえば食べ物が全てビッグサイズっていうことがこう浮かぶ、はい、学生時代に短期のアメリカ留学をしたことがありました。羨ましいですね。いいの、何も知らず日本の感覚でハンバーガーのビッグサイズを頼んだら、うん、2,3 人で食べる量が出てきまして驚きました、うんうん、もちろん一人では食べる
ることができなかったですと。そんなに大きかった？すごいでかいんですよ。だからだって、うん、あのよくはね、ああいう飲み物なんかも全部ビッグサイズじゃないですか、うん、確かにグアム行った時にパスタも一人前がこんな、あでかい、うん、大きかった気がします。これミサ先輩の弟子は 2,3 人で食べる量が出てきて、一人では食べることができなかったって言うんですけど、誰と食べたんでしょうか。誰と食べたの？気になっちゃいますよ。師匠ミサ先輩としては聞いてないよ本当に。もう気持ち焼いちゃうぞってことになりますから、まあきっと男だと思いますけどね、男同士で食べたんじゃないかと思いますけど、ね、でもまあきっと、はい、アメリカっていう風に聞いただけで多分皆さん持つイメージ違うと思うんですね。うん、いっぱい連想っていうかいっぱいありますよね。そう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 、なので今日はそういうことで座談会ができたらと思います。それでは今夜のメニューをゆっくりと江藤さんお願いします。はい、はい、この後7時20分過ぎからはニック土屋さんの金粒 IT ニュースウェブ、はい、インターネットで飛び交う今週1週間の IT 科学経済のニュースから独自の目線でピックアップします、はい、7時35分からはジャーナリストの堤美香さんをお迎えして、はい、日米関係についてお話を伺います。堤美香さん今ね、うん、ね、昨日まで、はい、堤美香さんがあの世界中の女性の中で一番会ってみたい人だったんです、うん、昨日まで。昨日まで、ええ、うん、ただ昨日になった時に帰り道の電車ですごい可愛い子がいて、その子と話してみたいなと思ったんで、今堤さん今僕のランキングの中で2番目に話してみたい人なんです。堤さん今これ聞いてたらどう思うんですかね。みんな黙っててください。続いて、はい、さらに8時25分からは江藤美沙のコーナー美沙美サークルもありますので聞いてください。そして今夜のテーマ、あなたはアメリカといえば何を思い浮かべますか？日米関係はいいと思いますか？今後変わると思いますか？に関してのメールは kintubu@bayfm.co.jp、うん、金粒@bayfm.co.jp までお送りください。はい、皆さんのメールお待ちしております。お届けしたのはマドンナ99年のヒットでアメリカンパイでした。ベイ FM から小島孝弘がお送りしております。金粒アシスタントは乃木坂46の江藤美沙です、今夜はあなたはアメリカといえば何を思い浮かべますかということで、はい、日米関係はいいと思いますか、今後日米の関係ね、うん、変わると思いますかということで、皆さんまあアメリカというとなんつうことでくれました、岡山県で聞いてくれてます。龍県は来週名古屋がくれてます。お、アメリカといえばやはりラスベガスのカジノですね。日本でのカジノね、法案成立も現実的なものになってきたのかかなと思う昨今、うん、すごいちゃんとそういうことを織り込んでくれると嬉しいですね。デメリットばかりを訴える人も多いかなと思いますけれども、行ってみたいと思ってもなかなかすぐには行けないのがまあカジノ、うん、もしかしてそれが日本でできるのかななんていうことも楽しみな人のうちの一人かも僕は知れませんとね、小島さん江藤さんはカジノ興味もしくは行ってみたいと思いますかって言うんですけど、僕はあの行ったことありますからね、うん、まあ海外でねやっぱね、どうでしたか。いや僕はもう小さくちょこちょこもう本当にやって、みたいな、それで楽しいですよね。なんかその、まあ、したいのは怖、ちょっと怖いけど、その空気感はなんか、いやいいですよ、入ってみたい、ね、やっぱりね、人生で1回だけちょっと違う感じはしますよね、うん、まあね。それからクレイジーソルトはね、はい、アメリカといえばグアムです。グアムいいとこですね。私もグアム何度も行ってますけど、うん、今年2回グアム一人旅行で、現地の友達もできました。グアムの綺麗なビーチで日本から来た綺麗なお姉さんたちとマリンスポーツ、いいですね。たまりませんね。綺麗なお姉さんとマリンスポーツで釣って滑舌めちゃくちゃ楽しいひとときが送れる、もうグアム最高ですということで写真も送ってくれる、ね、空が綺麗ですね。もうなんかもうお姉さんと楽しそう、もう本当にこのお姉さんに特によろしく言ってください。あ、もういいですけど、まあやっぱりこう皆さんいいな、そうやって考えるとイメージ違いますよね。うん、江藤さんアメリカって言うと何ですか、一番こう最初にズコンとこうイメージ的に湧いてくるっていうか、うん、今のお話もそうですけど、やっぱ私グアム行ったことあるんですけど、はいはいはい、やっぱグアムの印象が強いかもしれない、アメリカといえば。なるほど、その中では何が一番印象に残ってます？海海
はい、じゃあ先に行きますよ。海がやっぱ綺麗でした、ね、綺麗でしたね、うん、ということでさあ今日はアメリカでございまして、まあこの両国間で友好関係を保つには国のトップ同士が仲良くするということも大事なことですよね、はい、そこで過去の日米トップの仲良しコンビというのを紹介していきたいんですけれども、まずは安倍首相の祖父、岸信介首相、1957年に訪米した時にアイゼンハワー大統領とゴルフをプレーしまして一気に親密になったそうでございます。まあそれが1960年の日米安全保障条約改定につながったと言われております。それから中曽根康弘首相はレーガン大統領夫妻を自分の所有する東京奥多摩の日の出山荘に招待して日本の自然とそれから文化というのを紹介してね、うん、まあ論安なんていう言い方っていうのがね、まあ呼び合うようになったなんていうことで日米関係を深めてまいりました。それから小泉純一郎首相はジョージ・ウォーカー・ブッシュ大統領と趣味の野球で意気投合しまして、うん、二人でキャッチボールなんかする姿なんか覚えてる方もいらっしゃるかもしれません。またブッシュ大統領はエルビス・プレスリー好きの小泉首相のために大統領専用機エアフォースワンでプレスリー宅を案内しております、うん、以上11月16日ザクザク参照ということでございますが、うん、まあ仲をやっぱりこの外交っていうことでもね取り上げられますけど、やっぱりこう関係性を築いていくっていうことは大事ですよね、うん、このスポーツでこう一気に親密になるっていうのもまあいいよ ね、 ね、いいですね。なんか間にそうなんかまあスポーツだったり趣味だったりみたいなことで、うん、なんか間にそういうものが一つあるとそういう意味では仲良くなる速度も速いかもしれませんよね、うん、ほんで安倍首相でございますが、はい、世界の首脳に先駆けて当選後のトランプ氏に会いに行きましたよね、うん、この時にですねゴルフの最高級ドライバーをプレゼントしたそうです。お、ね、なんとこの金額確かね50万円ぐらいだったと思いますけど、そんな高いんですか、一方トランプ氏はゴルフグッズをプレゼントしたということで、はい、今後おじいちゃんの岸信介氏を見習ってゴルフを一緒にプレーしてもっとね、うん、仲のいい蜜月関係を築いていくことになるのかっていうところでございますけど、どうなるんでしょうか。きっかけになったらすごいな。そうなんですね。まあでもこう、やっぱり、いろんな国の人と仲良くなるためには会わないとね、うん、っていうのは僕も感じるときありますよね。だって、文化も言葉もやっぱり違うから、環境が違うじゃないですか。うん、そうですね。お互いに。その相手が何に興味があるのかな。そう。リサーチするのも大事ですね。しかもなんかこうやって、相手が好きなものであるとか、興味あるようなことっていうのが分かったりなんかするだけでも、そのね、うん、なんかちょっとその国同士でまあどういう話があるのか分かりませんけども、うん、これ一応言っとかないとなーなんて思って気使うなーみたいな時にそういう時にこう言いやすい関係があるかないかって大きいことだと思いませんか。やっぱりね国同士で考えてみると。さあここでもですねまだメールちょっと一個いきましょうかね、はい、乃木恋生活、もちろんミサ先輩はアンダー彼氏っていうのをくれてますけど、はい、ね、小島さんと江藤さん、うん、初めましてということでございますね、はい、初メール、うん、今まで何やってたんだろう。読んであげてくださいよ。読んでください。読みますけど、ちょっとチクッと、ちょっと僕の気持ちもちょっと言っとかないとね。先週、ニク土屋さんがアメリカンドッグが好きというのを聞いて、うん、面白い。それできっかけ、面白いな。それがきっかけ。先ほどセーブ、ね、コンビニで、うん、ビッグアメリカンドッグを買ってきました。お、小島さんと江藤さん食べましたか。食べてない。食べてないよ。俺今週も1個食べてますから。嘘。そして江藤さんね、うん、先週の携帯の大喜利も楽しめましたよみたいなことが、ね、ああ番組です ね、うん、ありがとうございます。ということでございますけどね、ああアメリカって聞いてアメリカンドッグが来るっていう、こう語呂合わせも含めて来るっていうところは今日も幅広い感じのメールでいいですね。土屋さんのおかげで1個売れましたね。ねえ、そうですね、経済効果出しましたね、うん、出しましたね。さああなたはアメリカといえば何を思い浮かべますか。日米関係はいいと思いますか。今後変わると思いますか。メールを送ってくださいね。それではアドレスをお願いします。受付メールアドレスは kintubu@bayfm.co.jp、 kintubu@bayfm.co.jp です。さあこの後は金粒 IT ニュースウェブです。金粒
ベイ FM から小島貴博がお送りしている金粒、アシスタントは乃木坂46の江藤美沙です。さあ、ここから金粒 IT ニュースウェブということで、インターネットで飛び交う今週の1週間の IT 科学経済のニュースを独自の視点で紹介してまいります。解説してくれるのはニック土屋さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。今週はまずは、まあそうですね、まあ、政治の方ではね、もう本当韓国のパク大統領の退陣問題っていうのが、まあ、すごくもうね、はいはい、もう大変なことになってると思うんですけども、まあ、IT の方ではですね、はい、まあ、皆さん多分何のことかっていうのがあんまり分かんないところもあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、その DNA の、ね、あのまとめサイトっていうのがいくつもあってですね、まあ、それがもう全て閉鎖されたっていうね、まあ、これすごい大きな問題になってまして、まあ、ちょっとこれね、また別の機会に、いろいろまあ解説なんかもしてみたいと思いますけども、これはちょっと今問題になってますね。それからあれですよ、近いところだとこの ZOZO マリンスタジアムの新ロゴが決まるというね。これなんかカモメのマークでこうなんか可愛くなって、ね、あのマリンスタジアムもですね、ね、このあの ZOZO マリンスタジアムになりましたからね。なるほど、はい、さあそれでは早速ニュース参りましょう。こちらのニュースから。2016年世界一はレモネードだった。はい、何でしょう。まあ、あのあれですね、あのツイッターがですね、世界全体で見た2016年のまとめっていうのをですね、6日に発表したんですよ。はあ、でその中で日本、まあ、まず日本国内の方のところで、まあ、ちょっと最も盛り上がった瞬間で1位に輝いたっていうところからちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけれども、うん、まあ、日本国内で要は最も盛り上がった瞬間っていうのがあるわけですね、ツイッターでこうやってやってて、ね、でそれはいつだったかっていうとですね、うん、1月15日午後11時23分ですよね。そういうところまでこうツイッターとかが出てくるらしいんですけども、まあその時のですね、こう日本テレビ系列でアニメのですね、天空の城ラピュタがまあ放送されてたらしいんですけど、まあそれの多分最後の方ですよね、11時23分だからね、の時にツイートされたバルス、ね、バルスっていう言葉が、まあこれがもうみんなで一斉にバルスってこうツイートしたらしいんですよ。これがもうすごかったっていうのが日本で1位っていうね。すごい。まあこれなんかですね、僕もちょっと そこまで知らなかったんですけども、天空の城ラピュタに出てくる、まあ滅びの呪文なんですけども、うん、まあその時間にみんなで、まあ、他の今まで3回ぐらい放映してんのかな、放送してるらしいんだけど、うん、毎回このバルスが出るときにみんなでツイートしようってなんか申し合わせてるらしいですね。そういうのがないと ね、 誰が言い出したの、なんでそうなったんだろうと思ったけどね。まあだからそれでもうだんだんこうみんな馴染んできてるからすごくなったっていうことらしいですね、これね。でまあその他ですね、まあ日本の場合はやっぱりこうツイートで、まあ瞬間最も盛り上がった瞬間というのはですね、まあまあ、ちょっと残念なんですけれど、やっぱり茨城県南部地震だったりとか、熊本地方地震だったりとかね、まあ、こういった地震なんかが、まあ、上位を占めてですね、5位には、まあ、10月29日の日本シリーズでの日本ハム優勝が入っていると、うんうんうん、まあ、そんなところがあるんですね。でこれツイッターでですね、まあ、とあのそういうところの中で面白いところがあるんですけども、テクノロジー関係のツイートで最も多かった言葉っていうのがね、はあ、こう順番で出てるんですけども、はあ、1位は VR だったんですよ。おー、VR、ね、はい、バーチャルリアリティ、うん、で2位はロボットになっちゃってるわけですね。 AI じゃなくロボットな、ロボットなで、3位が AI なんですよ。そういうふうにね、これはちょっと VR とかロボットにちょっと AI 負けてんだけど、まずいなっていう感じなんですでもなんとなく土屋さんみんな抑えてますねまあでもね、まあ、今年やっぱりそういうキーワードっていうのが、まあ、テクノロジーのキーワードの中では多かったと。なるほど。でもちなみにですね、さっきあの、はい、最初 の、 あの、ヘッドラインにもありましたけども、全世界で最もリツイートされたっていう、まあ、要するにあの ツイートがあるわけですけど、それがですね、スペインの有名ゲーマー兼 YouTuber のエルラビウスさんという方がいらっしゃるらしいんですけども、その方がレモネードという言葉をツイートしてくれた人にプレステなどのプレゼントあげるよってこう言ったらしいんですよ、うん、それがですね130万件のリツイートされたと。すごいね、たったそれだけですよ。それがだから、まあ、レモネードだったっていう、まあ、そういう、まあ、オチみたいになってるわけです。130万件、はい、ちなみにですね、今週はですね、時を同じくしてあのヤフー検索大賞2016っていうのがあったんですけど、これはですね、あの一番検索された有名人とね、これあのディーン・フジオカさんになったと、ね、でちなみにこれ女優の方はですね、高畑充希さんだったらしいんですけども、まあ、あのアイドル部門
うん、でアイドル部門ご存知ですか？あ、知らないです。アイドル部門は欅坂46だった、うん、今年は。そうなんだ、すごい、うん、やっぱりすごい注目されてたんですね、うんうん。まあ、ちなみにですね、その後ローカルカテゴリーなんてのもあってですね、千葉県部門なんていうの、千葉県部門賞なんてのあってですね、これは何になったかっていうとですね、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、セブンパークアリオ柏、これが1位になったということらしいですよ。まあ、今年もいろいろありましたが、はい、まあ、なかなかの話題の多い年だったんじゃないかなというふうに思いますんで、うん、まあ、皆さんの検索ワード1位は何だったでしょうかなっていうのを、ね、まあ、考えたいかな。なんかもう今年終わっちゃう感じがねえ、なんか続いてはいりましょう、こちら。2023年に日本でも宇宙旅行が実現する。まあ、海外のですね、宇宙開発事業というとですね、航空宇宙局の、あの、アメリカの航空宇宙局の NASA などの、まあ、国家事業の他にもですね、もうすでに海外では民間企業で、例えばイーロン・マスクさん率いるですね、スペース X 社とかですね、それからリチャード・ブランソンさん率いるバージン・ギャラクティック社などが、まあ、次々とロケット打ち上げとかで宇宙旅行ビジネスを始めてるわけですけれども、ついに日本でもその兆しが見えてきたということなんですね。で、今週のニュースによるとですね、はい、なんと旅行会社の HIS と ANA ホールディングスの支援を受けて、うん、名古屋にありますですね、 PD エアロスペース社という会社があるんですけども、ここが2023年までに宇宙旅行実現を目指すと発表したんですよ。ね、でこの PD エアロスペース社っていうのはですね、これ結構調べていくと面白かったんですけども、うん、まあ、ここの社長さんっていうのはですね、小川修司さんという方なんですけども、この幼い頃から宇宙飛行士を夢見てて、エンジニアとして、まあ、新型航空機開発のプロジェクトに参加することなんかした結果ですね、その夢が諦めきれずに改めて東北大学院に入り戻してですね、それで宇宙工学を学んで2007年にPD エアロスペース社を立ち上げちゃったんです。まあ、だから約10年前にもう宇宙開発を目指す PD エアロスペース社って会社はあったんですよ。うん、でもう、まあ、自分たちって、小さいところで自宅の敷地内に小さな研究所兼工房を建ててやってたらしいんですよ。マックみたいですね。で、これ苦節9年ですよ。マックですごいね。苦節9年。それで努力が実って、まあ、HIS とか ANA ホールディングスの支援がついに、いやすごい、得られまして、まあ、要するにこれからやるぞということになったということで、今回の支援を受けてですね、同社が特許を持つ新型エンジンというのがあるんですけどね、これ、うん、もう本当に町の町工場からロケットエンジン作っちゃったみたいな話だと思うんですけど、パルスデストネーションエンジンっていうのがあるらしいんですけど、これを搭載した8人乗りの輸送機を開発して、高度100キロに、まあの宇宙空間に2020年までに到達させると。で、今度はその2023年にはそれに一般の観光客を乗せて、要するに高度100キロでの無重力体験などの宇宙体験ができるようなものをやろうということになってるらしいんですよ。はい、なおかつこれ金額がですね、すごいのはバージンギャラクティック社とかが、まあ、同じような宇宙体験を今もう準備してるんですけども、うん、これやっぱり2000万円ぐらいするわけですね。25万ドルぐらい、うん、これのもうここの PD エアロスペース社はですね、まあ、7割っていうんで、まあ、それでも高いんですけども、うん、1400万円ぐらいで、まあ、今やろうと。でこれ多くなってくれば、やる人たちが増えてくればですね、将来的にはヨーロッパ旅行並みの値段にできるかもしれない、って言ってるらしいです。そんな簡単に宇宙に行けちゃう、ね、行けるような時代がもう来ると。これ楽しみですね、これね、長生きしたいですね。ということで、土屋さんどうもありがとうございました。お届けしたのは12月3日に配信がスタートしたオオカミフェイスのバンド Mom is a Mission のニューシングルで Hey Now でした。さあ、メールいただいてるので紹介しましょうね、はい、今日はあなたはアメリカといえば何を思い浮かべますかということでございまして、あとは日米関係どうですかということでね、皆さんからメールいただいております、はい、埼玉県のクワマンがくれております。アメリカといえば大好きな野球を思い浮かべます。2001年、シアトルで行われたオールスターゲームを見に行きました。すごーい。地元のイチローや、引退を発表した
鉄人カル・リプケン選手 ね、リスペクトでね、球場の雰囲気など日本との違いにものすごく違って感動しましたと、はあ、そのカル・リプケン選手がホームランを打った時のスタンディングオベーションの時にはもう鳥肌が立ち自然と涙が出てきたほどでした、握手会で昔から言ってるんですが、うん、早くミサちゃんと野球場デートしたいですねビールを飲みながら何を言ってんでしょう。なんだかなって、ね、いつかできるといいですね。でもこの確かに本場の野球を見に行ったらこれ俺も一個夢ですけど、アメリカでやっぱ野球は見てみたいよね。全然違うんだろうなと思います、ね、迫力とか違うんだろうな、ね、お客さんのあの熱の入り方とかね、うん、それからこれはエイスケです。22歳、アメリカといえばやっぱりアメ車かなと、キャディラックのイメージがありますね。日本人の考えでは無駄にしか映らないあの豪華なクロームバンパーを施した巨大な車体、それから広大なアメリカ大陸をゆったりと走るような、そんなようなイメージがありますかねっていうのをいただいております。なるほどね、みんな違いますね、連想するもの。まあ今日は皆さんとアメリカといえばということでメールをいただいておりますね。座談会でございます。日米関係に関してもぜひぜひ皆さんからのメールいただければと思います。それでは皆さんからの受付メールアドレスはこちらです。 kintubu@bfm.co.jp、 kintsubu@bfm.co.jp です。さあこの後はジャーナリストの堤美香さんの登場です。金粒高井小島ミサエトベイ FM 78金粒 with 高井小島 and ミサエト。ベイ FM から小島貴博がお送りしております金粒、アシスタントは乃木坂46の江藤美沙です。さて今夜はアメリカね、あなたはアメリカといえば何を思い浮かべますか、日米関係いいと思いますか、今後変わると思いますかということでお送りしております。ここからはゲストの登場です。金粒はなんと3度目のご出演ということになりますね。ジャーナリストの堤美香さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、お願いします。よろしくお願いします。もうこの人ほんとすごいですから、僕本読ませてもらいまして、もう政府はもう嘘をつけない、すごい本でした。もうね、あれ俺親父にも言う勢いだしもう絶対に、あとなんか知り合いの人にこれちょっと俺はもう最近、僕自分のメルマガにも書いちゃいました。すごい本だって思ったって、見なきゃ。いやーこれはね本当に、まあもし皆さんもね、よろしければという感じでございますけども、つるやさん今日はまあアメリカなんですけれども、はい、いろいろやっぱりご自身でご取材もなさってるということで、はい、いろいろと今日お聞きしたいんですけども、はい、まずは今週安倍首相とアメリカのオバマ大統領揃ってまあ日米開戦のきっかけとなった場所、うんうん、ハワイの真珠湾を訪れるということを発表されましたけども、はい、これはタイミング的にはなぜこれ今だったんですか。まあオバマ政権の最後の最後で、うん、まあ TPP もダメだったし、はあ、まあ最後のレガシー作りにちょっとこう協力してあげるみたいなイメージなんじゃないかなという印象ありますね、就任式直前なので今、うんうんうん、で真珠湾攻撃とかそれからまあ広島もそうなんですけど、はい、アメリカの場合はですね、その背景に何があったかということが実は歴史教育というのがですね、あそこは戦勝国なので、うん、教科書の内容が戦勝国が書く内容になってるんですよ。ああ、なるほど。だからずっともちろん原爆投下もそうですし、パールハーバーもそうなんですけれども、はい、それは、政府が、こういう方向性でという決めたようにずっと学校で教育してきた歴史があるんですね。ただ、情報公開法というのがあって、まあ、ある一定、の時期半世紀経つと公開されてしまうと、うんうん、だから原爆投下に関してはようやくそれが紐解かれた後に議論が生まれ始めていると。あーはーはー。でそういう二段階の変化っていうのがアメリカはあるんですね。なるほど、うん、なんかそこでちょこっと僕が合点行ったのがなんかいろいろテレビでね、なんかアメリカの方にインタビューしてると、うん、なんかちょっとやっぱりあ、随分温度差があったりなんかするなとかね、なんか。そうでしょ？それを感じてたのはそういうことなんですね。そういうことですね。なるほど。原爆投下なんかもアメリカの一般の、
あの方に聞くと、うん、やっぱり学校で習ったことはもうあれは素晴らしい正義だったみたいなことを ある一定の年齢層のより上の人はやっぱずっと思っていて、そこからでも変化があるポイントからあって、うんうん、また変わってきてると。なるほど、はい。それで、まあ、そのオバマ大統領の、まあ、後任になりますトランプ氏ですが、まあ、当選番狂わせとも言われましたが、まあ、実は堤さん早くからこの間来てくださったのが夏頃か6月の終わりか7月ぐらいだったと思うんですけども、その時僕堤さんがスタジオ出る時に、トランプさんどうなんでしょうみたいなこと言ったら、堤さんが帰り際にトランプさん勝つかもみたいなことをスーッと言葉を残して、はい、カツカツってスタジオお出になったんです。その時にまだ誰もトランプさんのことを言ってない時期で、僕はそれすごく覚えてて、なんて思ったのがあったんですが、まあ、堤さん、まあ、早くから当選を予想をなさっておりましたけれども。夏でしたよね。夏でした。夏だったら、ちょうどあの頃に私確信をしたんですよ。はあ、それはなぜですか？トランプ・サンダース現象というのはですね、はい、両方とも温度感が、そこに集まる人たちの熱気がすごかったんですね、両方とも。はあはあ、うん、それは支持をするということでですか？そうです、もちろん、うんうんうん、初回なんで。で、両方ともものすごく活気があって、うん、まあ、日本でいうと、まあ、小泉劇場の頃のような熱気があったり、自民党ボコアスの頃ですね、はいはい、それからオバマが現れたチェンジの頃、うんうんうん、というのがあって、でも2人ともアウトサイダーで、うんうん、それで、うん、政治が私物化されてることにアンチ、うん、グローバリゼーションアンチ、うん、から国内第一主義と、うん、でお金もらわないから紐付きにならないよと、うんうん、いう共通点でアウトサイダーだった、うんうん、しがらみをぶっ壊してくれる2人だったので、あ、これ二大政党の戦いじゃないなと、うん、民主党対共和党って普通はこういう赤と青の戦いがスポーツみたいにあるんですけど、うんうんうん、アウトサイダー同士だったんで、あ、アウトサイダー対既存のエリートエスタブリッシュの人たちなんだなとなったんですけれども、この2人だったらどっちかな、サンダースかもなって思ってたんですけど、民主党が、サンダースさんは民主党の候補ですもんね。そうです、うんうん、ところが民主党がその流れを読み間違えて、うん、ヒラリー指名したじゃないですか。ああ、で、あれはいろいろトランプさん妨害しただのなんだの後から出てきて、はあ、委員長が辞任したりとかね、はあ、あってルミナ怒ってたと。で、その時にトランプ・ヒラリー、トランプ・サンダースだったらトランプ危ないけど、ヒラリーだったらもうそっちの権限みたいな人だし、はあはあはあ、これ絶対勝てるなと思ったんです、ね、それは結局堤さんがやっぱり現地というかこうアメリカに行ってる中でいろんな人と接するうちにその空気感みたいなのを感じてたってことですか？空気感と、うん、あと今回のその場合というのは、30年ぐらいのスパンでアメリカ見てると分かるのは、はあ、ずっとその政治が一人のお金持ちの所有物みたいになっておもちゃにされて、はい、残りの人はグローバリゼーションだなんだってきれい事言ったってこぼれ落ちてる、うん、どん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 下の方に行っちゃったわけですよね、うんうん、で、オバマのチェンジに期待したけど来なかった、チェンジは、うん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 、ああ、共和党から民主党に変えてもダメなんだと、うん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 、白人から黒人にしてもダメなんだ、ブッシュ大統領からイケメンに変えてもダメだったと、うん、ああ、そうか、チェンジは紐付きじゃダメなんだ、中の人じゃダメなんだっていうクッションがあって、チェンジに幻想、チェンジへの幻想が壊れた後だった。はあ、なるほど。だからオバマさんの8年のクッションがなかったらトランプは生まれなかったですね、うん、オバマさんの時にチェンジチェンジっていうことで、やっぱりその民衆の方々は今までのアメリカをやっぱり変えてほしいと、変えてほしかった、それでオバマさんに期待をしたけれども、うん、うまくやっぱり今の堤さんのお話のそのまあ 1% の富裕層というか、そういう方たちの持っているなんかとこ、そういう人たちだけが潤ってるみたいな。でもそれは当たり前で、アメリカ市場一番たくさんお金集めたんですよ、オバマさん。はいはい。で、一番たくさんお金集めたってことは、創業会からもらったので、はい、お返ししてったわけですよ、一個一個。はあ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 。だから、ウォール街の話だし、戦争増えたし、うん、遺伝子組み換えの、なんか被害が出ても、うんうん、ストップしなくていいよ、みたいな法律作っちゃったり、情報統制したり、
まあ今までとあまり変わらないことをやっちゃったんですね、うん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 、それで、でそれが一つ言ってんですね、うん、それからあの二つ目はマスコミ、うんうん、マスコミの報道が日米両方の国ですよ、うん、ここまでマスコミの報道と事実が乖離してた選挙は未だかつてなかった。だからきっと僕らなんかわからないですよね。わかんないですよね。で特にね、うん、日本のマスコミ見てたらまああっちのあのニュースそのまま持ってくるんで、まあ、当然なんですけど、はい、こっちでニューヨークタイムズ読んでます、 CNN 見てます、ワシントンポストで読みましたっていう人も全部結局それを鵜呑みにしたわけですよね。で59社ぐらいのマスコミのうち57社がヒラリー支持だった、うん、トランプさん2社、これ日本だったらヒラリー圧勝です、うんうんうん、日本人マスコミ信じるから、うん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 、でもアメリカ人って結構イラク戦争とかだからオバマ政権とかで懲りてて信じてないんですよあんまりマスコミのことを、うん、出てる報道そのまんまだからあまりにもあからさまに2人候補者がいるのに、うん、どっちかだけいいこと言ってこっちはセクハラで差別主義者で、あのスバモデルの奥さんいて、はい、かつら疑惑あって、でこいつはもう最悪だみたいな、あんまりにもあからさまだと、うん、ちょっとおかしいなって思うんじゃないですか。あの本にもありましたね、違和感を感じた時にはちょっと立ち止まるみたいな、ね、その通りです。そこをアメリカの国民の皆さんはもしかしたらきちんとその今までの経験があったから止まるっていうようなこともあったのかもしれない、ね、ありましたね。それともう一つはね、うん、トランプさんが業界からお金もらわないって言ったじゃないですか、うんうん、でアメリカの選挙ってめちゃめちゃお金かかるんですよ。あところがトランプさん最初に指名されるまでは16人中ほとんど泡沫候補で、はい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 、誰なのあれ、ああ、あのタレントね、みたいな感じだったんですよ。だけど、アメリカ広いから、うん、たくさんお金使ってテレビの枠、テレビに出してもらわないと、まず、顔知られないじゃないですか。うん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 、だけど、お金はもらわないって言っちゃった。どうしよう。っていう時に、非常にこう、全体の作戦としてね、はい、炎上商法やれと。過激な言い方しろと。逆に言うとそれ作戦だったんですか。もちろんです。はもちろんです。それでその過激なことを選挙対策の人たちのスタッフがそれを言わせて注目を逆に集める。だって注目されないと指名されないんですよ。16人もいて泡沫 でもしね小島さんね、うん、自分が例えば大きなテレビ局の社長だったら、うん、面白いこと言ってなんかとんでもないやつがいる、これニュース性ありますよね、うん、視聴率取れますよね、うん、飛びつきますよね。あいつからだって話ですね。でその時に CBS のね、うん、社長が言ったことが、うん、こいつはこれドナルドってやつはアメリカの大統領になったらとんでもないと、でも多分なんないよ大松だから、でも視聴率取れるからじゃんじゃん打つって言ったんですね。で新聞も売れてないからネット記事にアクセスしてほしいじゃないですか、うんうんうん、みんな取り上げまくった。そしたらトランプさんはお金使わないで顔が売れた。売れた。はあ。で、それで、で、夏になったら、秋か、指名されちゃいましたと、うんうんうん。そしたら焦るわけですよ、マスコミが。うん、やべえと、うん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 。なっちゃったよ、指名に、うんうんうん。で、慌てて。だってそこまでも行くとは思ってなかった。思わなくて、もう目先のね、視聴率に飛びついて、わわわわって、うんうんうん、取り上げちゃったら、うん、あれ、まずいヒラリーに不利になったってことになって、うんうん、それで慌てて、トランプさん叩き出したんですけど、もっとね。だから予備選の後ってそしたらでもトランプさんの選対は、はいもう指名取れたんで、トランプさんちょっと これから落ち着いて、あちょっと少しこれあ結構いいかもってギャップ萌えってやつですよ。今こういう風に聞くとどうしてあそこでだんだんあの発言がした、ね、そうおとなしくなったって、うん、これ各マスコミもね言ってましたけども、うん、テレビ討論会の時なんかも落ち着いてみたいな今までとちょっと違うとなんか、うん、ね全然違うみたいななんかことも言われてたって当然なんですよ。まずは顔打って指名取って、うん、ここからが本番なんですね、うんうんうん、で焦ったマスコミは叩いてで、そのマスコミの、監視してるね、NGO みたいなのがあるんですよ、うんうんうん、第三者機関。で、それ私見たら、データ見たら、うんうん、
予備選終わった後にトランプさん取り上げてたニュースの8割から9割が悪口でした。叩きまくり、もう悪魔化で、ヒラリーとにかく素晴らしいと。でところが結局それが裏面出るわけですよ、ヒラリーに。ほう、叩きすぎて。でその時に同時にヒラリーさん健康不良、体調不良説が出たり、はいはいはい、それからゴールドマンサックスで講演したら、まあ、いろんなところで講演して、講演料みたいな、講演料平均2000万とかね、1時間ですよ、時給いくらっていう話ですよね。時給200万すごいですね。なんかすごいですよ、そうすると江藤さんぐらいですか。今真剣に聞いてたからごめんなさいね、なんか変な声出ました、余計なの突っ込んで、うん、なるほどね、そういうことで、そういうことで。でこれ堤さんは現地でももちろんこう取材なさってますけれども、例えばそのアメリカでの格差みたいなことっていうのはやっぱりこう肌で感じる部分っていうのはありますか。あ、もうすごいですよ、本当にボロボロだし、はい、で今回ねもう一つ、うん、それぞれ両者がどことどこの州で勝ったかっていう赤と青の地図っていうのが最終的に出たじゃないですか。でそれから世論調査でどういう人たちがどっちに入れたかっていうのも最新のデータが出てるんですけれども、やっぱりヒラリーさんたくさん得票した人口が多い州ってやっぱりエリートがたくさん住んでるんですよ。裕福な人たちとかね、それから学歴高い人たちで、そういう人たち、それからマスコミがアメリカって都市に集中してるので、うん、マスコミもそういうところにいるわけですね、うん、都市部にね、うん、だけどもエリートたちに見えないもの、エリートたちはグローバルの経済の恩恵を受けてるんですけども、他の人たちみんな取り残されてる人たちなんで、だから面白かったのはヒラリーさんの投票した人、学歴高いけど、うん、所得はそんな高くなかったり若い人が多かった、うんうんうん、トランプさんは、学歴がそんなに高くないけど所得が高い、例えば自営業とか、それから高齢者ですね。で高齢者っていうのは、うん、政治が超お金持ちのためだけに固定されちゃって、うん、どうやっても下の人が上に行けないってなる前の、うんうん、努力すればチャンスがつかめるアメリカンドリームの時知ってるんですよ。でトランプさんって別にグローバル化でというよりも自分で努力して不動産ビジネス自分でやって、うん、でプライベートジェットと金髪のワイフ、美女のワイフ手に入れてお金持ち、だからあれアメリカンドリームなんですよ。ああ、とても分かりやすいんですね。だからある意味、ね、分かりやすいんですよ。だからあれアメリカンドリームって今も絶滅死後になってると言われていて、だからそういう印象がないですもんね。僕らなんかまだアメリカに行ったらいろいろチャンスもあって、都市に行ってたりするからだと思うんですけど、はあ、それが地方とやっぱ都市ではまた大きく違って格差が結構あるってことですね。だからマスコミはちょっとね、日本のマスコミもそういうとこあるんだけど、うん、自分たちが世論作れるって侮ってたんですよ。ところがトランプさんの選対ってまたここ頭良くて、うん、叩かれれば叩かれるほど、ほらねエリートマスコミが俺また叩いてるだろみんなって、うん、バーってツイッターで流すんですよ、うんうんうん、そうすると、まあ、今の小池劇場みたいなもので、うん、なんかそういうエリートの透かしたやつらがトランプいじめてるとドナルド負けるなみたいに、あ、ほー、なるじゃないですか、うん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 、今小池さんがね欲深いおじさんたちにいじめられてるみたいなね、あるじゃないですか、そういう光景で、やっぱり応援したくなるみたいなね。なるほど、うん、それ全部逆手に取った。これはちょっとここも踏まえてですね、また今度は日米の関係も今後のこともついてもですね、堤さんにこの後もお話を伺ってまいりたいと思います。金粒 with Takahiro Kojima and Misa Eto。ベイ FM から小島貴博がお送りしております。金粒アシスタントは乃木坂46の江藤美沙です。さて今夜はあなたはアメリカといえば何を思い浮かべますか、日米関係ね、いいと思いますか、今後変わると思いますか、ということで ゲストはジャーナリストの堤美沙さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今格差についてちょこっとお話を伺っていたんですけれども、はい、現地で堤さんがその他にこう、いや本当に格差
結構あるなというふうに具体的に感じた例みたいなのありますか？でも本当に数え切れないほどあるんですけど、はあ、例えばですね、はあ、まあ、これはあのサンダーさんがやっぱりものすごい若者の支持を集めたという一つの理由でもあるんですけど、あのもうほとんどアメリカの、あの若者は自分の親以上の、所得は得られない、ほとんど得られないし、から親が大学を出ていても、例えばですね、若者、若い世代の、二人に一人は、経済的な理由から親と同居してる。アメリカ人って、あの、やっぱり、高校卒業したら家出るんですね。で、ルームメイト、お金がなかったらルームメイトと一緒に部屋借りたり、うん、シェアしてみたら、シェアのイメージ強い。シェアのイメージですよね。でももう経済的な理由でそれができない。ルームメイトすら持てない子が、ものすごく増えた。それから、あの、まあ、普通の、若者より少し上の、まあ、普通の大人でも、まあ、白人ってすごくそれでもそんなに困ってないイメージが私たちまだあるんですけど、白人の人であの大学出てない人たちの、自殺率がすごく増えましたね。そうなんですか。これはねもう将来への不安からやっぱりお酒飲みすぎたり、それからドラッグやったり、アル中になったり、それからまあ自殺率が非常に上がったと。やっぱりそれ若い世代もそうですけど、あの将来に希望が持てないっていうのはもうだって自分たちで今のお話だとお父さんとか親の世代よりもね、うんうん、収入も得られない、でもこれどうにかしようといろいろやってもこうできないっていうことになっちゃうと、うん、どうしたらいいか分かんなくなっちゃうんですね。自暴自棄になりますよね。でそれがね、ましてや誰もが黒人でも白人でも男でも女でもマイノリティでもあの女性でも頑張ってチャンスをつかめば、うんうん、夢が叶う国というのが誇りだったのにもう固定されちゃって、うんうん、絶対上に上がれないと。だから国民に主権を取り戻す、アメリカ人のアメリカ人によるアメリカ人を幸せにするための政治をしようと言ったサンダースとトランプね、にみんな夢をかけるわけです。なんか改めてその主権在民なんていう言葉がこうちょっとね、うん、重くやっぱり響きますね。そうですよ。だって不法移民だって、うん、あのそれで排外主義とかって言われますけどね、あの不法移民だって、移民はいいんですよ別に、うん、でも不法移民っていうのは結局他でものすごく安いものを外で他の国で売って、うん、アメリカが売って企業は儲けるけど、そこの国で失業した人たちが結局アメリカに仕事なくなって入ってきて不法で、うん、不法移民として入ってきてっていうのが不法移民ですよね、うん、だからそうすると自分アメリカ人よりも安いお金で働いてくれるから企業は嬉しいけど、うん、実は両方とも不幸になると。これはあの、今後の絵の話にもこうかかってくるんですけど、トランプさんがこう次期大統領になるというところで、はい、まあ、まず、TPP、環太平洋経済連携協定、はい、これまず離脱をするということを明言してますよね。はい、そうですね。これ日本にとってはいかがなんですか？日本にとっては、はい、まあ、はしごを外されたなんてね、よく言われますけれども、はい、ただ日本は、来週まで国会延長されていて、これ決まるので批准してしまうということなんですね、うんうん、はい、で、その何が問題かというと、うん、トランプさんは TPP 離脱するんですけれども、うん、2つ考えられるポイントがあってですね、うんうん、1つは、うん、トランプさんは TPP は12カ国でこう、はい、ルール決めて、そうですね、で、うん、割とこうアメリカが中心となって作った、うん、企業用のルールをガーンと押し付けるみたいなところがあるんですけど、うん、2つの国で話し合いながらやるときっていうのは、うん、もう少しお互いにじゃあここ譲るからこっちは守らせてみたいな、じっくりやれるんですね、2国間っていうのは。逆にこう
こういっぱい国があった方が何かあった時のチェックみたいな感じになるのかなと思ってたんですけど、そういうことでもないんですか？二国間の方が話し合いがスムーズになるような雰囲気なんですか？ TPP の場合は一度ルールが決まってしまったら、やっぱりじゃあそこから抜けたいと言っても他の国がみんないいよって言わなきゃ抜けられないとか、あ、そういうことも縛りがすごくあるじゃないですか。二国間だったらもう少しこう、あの、個々にいろいろあのやれるんですけれども、はいはい、だからトランプさんは TPP はアメリカの雇用を失う、あの、なんですか、アメリカの雇用を何十万人も失わせるから、そういうデータ出てるから、うん、やらない。でも二国間でやると、うん、アメリカファーストなんで、うんうん、はいはい、アメリカのためにアメリカの国民のためにやるんだと言ってるんですけど、これ TPP 日本が批准しちゃうと、うん、どうなるかっていうと、誰も TPP やらなくても一応国として公式にこんだけやりますって言ってしまうと、トランプさんだったら、あ、そうなのねって、じゃあこんだけ譲って正規なくなった、ここからがじゃあスタートだね、一からじゃないよね、じゃあ これ以上何どこ譲ってくれるって言いますよね、当然ビジネスマンですから。じゃあここのベースでいいんでしょって、それ決めたでしょってことですよね。決めていいって言ったんでしょ、国会でって。で、それ絶対足元見られるので、あれよりもっともっともっと、あの、譲らなきゃいけないところがもっと増えます。へぇだからあれ批准しないで、うん、もう一回一から、白紙からやる方が、日本の国内的にも、守るって言った正規守れなかったりとか、うんうん、いろいろあったわけだから、はい、もう一回仕切り直してちゃんとやりますと言えるわけじゃないですか。はいはいはい。でも今の政府がどっち側見てるかっていうと、あの、もっともっとこう自由化したい方の人たちを見てるので、うん、その路線で言ってると思うんですね。それが一つ目のオプション。二つ目のポイントっていうのは、うん、就任さえしてないんですよまだ。あ、はい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 。就任するまでまだ分かんないんですよ何があるか、うんうんうん、いろんなことがあります。考えられます、はあ、何かあった時に、はあ、例えば、まあ、テロでもフーデターでも大きな災害でも何でもいいんですけれども、うん、何か緊急事態があった時に、うん、オバマ大統領が緊急事態令っていうのを発言して止めちゃうことができる国家機能を、うんうん、そうするとオバマ大統領が続投する可能、もう続けられることがありますね。はあ、からトランプさんの身に何かあったら副大統領なるかもしれない、はあ、そうなった時にオバマさん続投した時、はい TPP 電撃サインってことはありますね。そうか、そうなった時用意できてた方がいいかなみたいな。はあ、そういうところまでも考えていかないといけないと、ね、やっぱいろんな可能性が就任式まではあります。はあ、なるほど。いやー、見なきゃいけないところがすごくたくさんあるなという感じなんですけども、それからこれ、まあこれまだ、まあ、今お話ありましたが、トランプさんまだ大統領になってません。次期大統領のトランプさんなんですけれども、はい、当選の前から日米に駐留米軍の経費、これ全額負担を求め、まあ場合によっては、アメリカ軍のね、米軍撤退も示唆っていうことなんですけども、これ日米同盟はどういうふうになっていきますか？見直しっていうことをトランプさんは言ってますけど、はあ、これね、もしかして、あの、撤退をちらつかせて、ビジネス、あの、交渉の達人ですから、ちらつかせながら、根をどこまでも釣り上げていく可能性はあります。それから、日本や韓国にもっとお金を払わせて、うん、その分退役軍人の、退役軍人予算って減らされてるんですけど、ああ、退役軍人の予算もっと増やすよと言って当選したので、もっといろんな意味でお金を出させられる。それから、軍備は増強すると言ってるので、あの、高い武器を買えと、これからもっともっと言ってくると思います。日本に対して。そうです。これも買え、あれも買え。でその時に日本の政府が、まあ、2つ道があってですね、1つは、はい、最初はいっぱい出すんです。分かった分かったって言って、今度国民の方を向いて、こんな風に足元を見られて、こんなに払わされてると、もうこんなのみんな耐えられないよね、うん、日本も自分で軍持とうよって言って、安全保障の議論を一気に進めてスピードアップして、でじゃあ憲法改正っていうことも可能だし、もしくはそこで、あの、もう一度、じゃあ日本の安全保障ってどうするの、アメリカに突き放されて、うん、もう、あの、いよいよアメリカに
お任せしてれば何でも決められるっていうのじゃなくなったから、うん、いよいよ自立か、大人の階段登るのかっていう方向に行って、うん、全部いろんなことを一から話し合う。両方できると思います。ほうほうほう。でもとにかくアメリカにとって得になることしかやりませんから、うん、あのトランプさんはってことですか。はい、だからトランプさんがこうしたらこうやってくれるんじゃないかっていうような、あんまりそういう期待を持たずに、うん、日本はどうするのか、どうするのが一番日本にとっていいのか、得になるかっていう、こういうしたたかにやっていく必要があると思いますね、うんうん、そうですよね。だって我々にとって本当にいい方向に行ってもらわないと、もらわないとね、それは困りますよね。困りますし、トランプさんロシアや中国ともねうまくやっていくっていう、まあ稀に見る大統領なので、そうなってくると今パワーバランスが全部変わってるんですよ。はあはあはあ、ロシアとアメリカの緊張関係がこれでもう緩くなるなと思ったら、ヨーロッパの国々が次々に、イタリアの首相も国民投票で負けたし、うん、はいはい、そうか、グローバリズムではなくて国が国民を幸せにするために、うん、もう一度自分たちも国民主権に戻りたいっていう人がどんどん出てきちゃった。あー、ヨーロッパもそうですし、もうアメリカの顔色を伺わなくてもロシアと少しうまくやれる、アフリカもそうだし、うん、それから中東もそうだし、そういう国が今世界中でどん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 今増えてきてるんですね、うん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 、日本はアメリカしか見てないけど、うん、全体的な流れは、うん、みんな国民主権に今世界が自国の国民をちょっと大事にしていかないとまずいんじゃないかっていう流れになってきてると。だって自分家がうまくいってなくて火の車なのに町内会に出て公園直しましょうってなんないじゃないですか。国の話から町内会にいきなり来る。いやいや、逆に分かりやすかったですけども、でも僕が思うのはやっぱり自分たちの国のそれから国民をやっぱり政治に関して言うとね、大事にしてほしいってすごく思う。さっきの話じゃないですけど、希望が持てないなんていうことになってほしくないですよね。なってほしくないですし、うん、あのすごく保護主義とか悪い言い方されてますけど、考えたら本当当たり前のことじゃないですか。はい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 、はい、うん、国が国民の暮らしとか、うん、あの子どもの教育とか、うん、老後の年金とかが、労働者が安心して将来も、うん、安心して誇りを持って働けるとかね、まずそこ。そうですよね、うん、じゃ将来が、まあ、ある意味ね、なんかよくあの国内消費の話になったりなんかしますけど、うんうん、みんなやっぱり将来に対して不安だから、ちょっとあんまりお金使わないにしようっていうふうに思う方って僕は多いんじゃないかと思うんですね、うんうん、多いです多いです。だからやっぱりこう将来が、あ、こう、あのこういうふうに保証もこうなってきたっていう風になってね、明るく本当に働けたり、うん、まあ女性の方だってね、うん、外でどんどん働けるようになったりとかね、選択肢が増えるみたいなことになっていったらとてもいいと思いますけどね。そしたら選挙だって行きたくなるし、うんうん、で自分たちの国が安定して初めて、じゃ あのそういう自分たちの国を守る自主権っていうのを持ちながら、他と貿易はいくらでもすればいいわけ。あーはーはーはー、なるほどなるほど。国がボロボロなのに、ほうほうほう、あのやれ、うん、ナフタだ、TPP だ、うんうん、NATO、うん、EU だっていう国家より上の権力を持っているものがばっかりいい思いしてるっていうことになると、うん、やっぱりみんな納得いかないですよね。確かに、あのもうみんなある程度気づいてる部分はあるかもしれないですよね。世界中が今その流れになってるのって、うん、おそらくこれ人間の歴史の中で今非常に大きな、はあ、転換期みたいなチェンジのところに実は私たちいるんです、はあ、アメリカしか私たち見てないから、はあ、なんか他のことあんまり気がつかないんだけど、ええ、今そっちの流れになってるんですね、うん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 、なんかあの、もともと僕もこう、政治とかそういうことに興味を持っていった方がいいなと思っていたのは、やはりこう、ちゃんと興味を持ってとか、ちゃんとチェックじゃないですけど、見ていかないと、なんか、あ、気がついたらこうなってたとかね。そうですね。なんかそれが結果怖いっていうことになった時に、はっと気づいたらなんかすごいおかしなことになってたみたいな。そうなってからじゃ遅いと。遅いですね、。それからやっぱり日本は、日本国内とか、うん、それからアメリカのね、トランプさんがどうするのかな、するのかなとか、それからアメリカのマスコミ、
大手マスコミだけとかね、うん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 、それ以外のやっぱり情報源も見て、あそれ以外の国を見て、うんうんうん、あのトランプさんに投票した人みたいに、そっかこんなにこのマス大手マスコミがみんなでこっちの人褒めて、こっちの人悪魔だ悪魔だって叩いてたら悪魔の方がいい人かもっていう、なんかちょっと疑う心を持って自分で調べてみるとか、それこそリテラシーですよね。その通りですね。それをきちんと持つってことですよね、うん、さっき小島さんが言ってたその違和感モヤモヤっとしたら、ちょっと自分で調べてみようかな、それがね、日本でだんだんこれがあのみんながやるようになってくると、日本でもトランプ生まれます。はあ、だから本当に我々もこの政治とかそういうことに、まあね、多分そのまあ僕もそういうとこすごくあるんですけど、分からないからここまで考えたらこうちょっと一回置いちゃうとかそういうこともあるんですけど、いろんな情報とかいろんな方のこう意見とかいろいろ聞きながら、自分なりにちゃんとしっかりチェックしていきながら、あこういう時ってちょっと注意しなきゃとか、なんかそうやって自分の中でも情報をちゃんと整理していくっていうのがこれから必要ですよね、とてもね。そうなんですね、うん、でさっきあの私の本読んだ時にいろんなことが腑に落ちたって言ってくれたじゃないですか、はいはいはい、なんか私たちってモヤモヤってすることが結構本当はあるんですけど、みんな点々になっていて、そういうの自分であの疑って調べるようになると、だんだんこうあそっかってクリックしていくことが多くなるんですね、うんうん、そうすると面白くなってくるんですよ、うん、あ、つながったりね、もうそうパズルみたいで、うんうんうん、霧が晴れるような感覚、そういうことです、そういうことですね、はい、まさに。いやでも本当にそうやってちょっと今後もですね、なんか今日の堤さんの話ありましたけれども、僕らがこうアメリカ大統領選こう見てて掴んでたというか、こう見てた情報と堤さんの持ってる情報と、そこの差にもちょっと驚いたり、アメリカっていうのが今どういう風になってるのかっていう状況も、うん、その格差の話も随分そういうこともあると思うので、なんか我々ももう個人個人そうですけど、ちょっとアンテナ立てながらやっぱり生活する必要はあるかなというふうにね思いました。ここは結構アンテナ立てますけどね、なんか他よりも、ということで今夜のゲストはジャーナリストの堤美香さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。アメリカの文化に多大な影響を与えた人々へ贈られるケネディセンター名誉賞を受賞し、先日ホワイトハウスでの授賞式に出席しました。お届けしたのはイーグルス76年のヒットニューキッドインタウンでした。いい曲ですね。イーグルス大好きですね、私ね。感想は続々と来ております。あかね15、堤さんの話を聞いて、うん、メディアや悪い大人に騙されないように気をつけようと思いましたというね。15歳、本当だよね、本当。だから今日今堤さんが帰る時にですね、うん、また私に一言ポロッと言って 帰ったのを皆さんにちょっと言っちゃっていいと思うんですけど、今チャンスですからねと、うん、ね、その転換期みたいなところにいるんで、おっしゃってました ね、 ね、なんかチャンスだと思いますというね、あの言葉を残していかれましたので、うん、まあだから今日一つまた思ったのは、この番組にもリテラシーっていうのを以前やりましたけれども、はい、やりました。ちゃんと見ててもこういろんな報道あったとしても、自分の中で違和感みたいなの感じた時にも立ち止まるっていうことも一つね必要だなと思いましたね、うん、なんかトランプさんの話全然違うもんね、なんかね全然思ってたのと違うし、前ここ、まね、あの金粒でやった時ともまた印象変わりました、変わりましたね、うん、いやーね、ということでございます。この後もまだ皆さんからいただいているメールなんかも紹介してまいりますが、はい、この後はトランプタワーの横にミサミササワーの、うん、ミサミサタワーの建設構想中ミサミサクルです。With Takahiro Kojima and Misa Eto. Misami Circle. Bay FM からお届けしている金粒。はい。さあここからはミサの。ミサミサーケル、イエーイ、ミサフェイバイってことです、ね、はい、ということで、はい、もう12月、今日は何日ですかね、はい、9日ですね、はい、9日ですね、はい、ということで慌ただしい毎日になってくると思いますが、今年中に皆さんが
絶対にやっておかな、やっておかな、おかなければならないことって結構ありますよね。ありますよ。すいません、噛んじゃいました。今年中にやっとかないと、いろいろあると思うんですけど、今年の汚れ、今年のうちにですよ、本当に。あ、そう、え、何、今回は大掃除がテーマなんです。すごいな、すごい。そうなんですか、今日大掃除。はい、まあ、気持ちよく新年を迎えるためにもやっぱ年末は大掃除を皆さんされる方が多いと思うんですけれども、まあ区切りということで、うん、物を捨てようって思ってる方いらっしゃると思うんです。でもなかなか捨てることができないというものもありますよね、はい、ありますね。ウーマンインサイトが20代から40代の女性に、うん、ゴミだと言われてもどうしても捨てられないものという質問を聞いています。どうしても捨てられないもの、はい、おー、まずは、はい、かわいい箱、缶、ショップ袋、これが多いみたいですね。こうなんか洋服を買った時のこう紙袋とか、私もめちゃめちゃもう30箱ぐらいバーってあるんですけど、もう次生まれ変わるならその箱になりたい。はい、物置に置いてるけどね。物置か。そうなんですよ。こう何かに使えると思って撮ってる人多いと思うんですよね。しかもちょっと自分が気に入ってたり可愛かったりすると、うん、なかなか捨てられないかもしれない。捨てられないし、うん、実際私の場合だとこうレッスン着入れたりとか、こう箱として本当使うから撮ってるんですけど、まあ、これはちょっと女子ならではの視点だなっていう感じですね、うん。そしてもう一つ、うん、映画やコンサートのチケットの半券。え、なんで？あの時、あの人とこんな映画見たなとか、そういうこうライブで盛り上がったなこのライブとかいう思い出をこう振り返ることができるということで、うん、これが捨てられないという人多いらしいですよ。へ、そうなんだ、うん、またこうゴミではありませんが、うん、人からいただいたもの、うん、もらったものという回答もありました。ゴミではないけど、うん、もらったものかが捨てら、どうしても捨てられないもの。やっぱ自分の趣味とは合わないプレゼントをもらったりすると、うん、そのまま使わなかったりこうしまっておいたりするけど、やっぱこうもらったからこう捨てられないなっていうのは、そうだよね、あの人がくれたからと思うとね、うん、多い、ね。これが以上5月30日ライブドアニュース参照です。へ、じゃあなんで俺は捨てられたんだろう。あんまいいんですけど、ごめんなさい。逆に箱より俺弱えんだと思いました、ね、箱以下かと思いました、ね、そんなことない。小島さん、なんか捨てられないものってあります？ありますね。何が捨てられないですか？あのやっぱりね、あの例えば僕、うん、あの中学、あ、高校生の時は初めてライブやった時に、うん、メンバーの女の子が、うん、みんなにタオルを買ってくれたんですよ、はいはい、もうこんなハンドタオルみたいな、うん、それ未だに捨てられないですね。かわいい。なんでかわいいんだよ。なんか思い出っていうか初めてのライブだったんで、うん、捨てられないですね。そっか、なんかそういうこうハンドタオル、そうです、今でもじゃあありますよ。使ってはなくて取ってるって、取ってあるって感じ。わー、いいですね。一番捨てられないもんなんですか？捨てられないもの、江戸さんがその箱とか、うん、そういうのもあるでしょうけど、例えば洋服系なのか、うん、身につける系なのか。私日頃から結構その断捨離というか、結構こまめに捨てるようにしてるんですよ最近。でも中でもやっぱり捨てられないものっていうのは、やっぱりこう初めてこう入ったシングル曲の立ち、うん、ダンスの立ち位置表とか。あ、私はバレッタっていう、あの7枚目シングルが私の初めての選抜曲なんですけど、うんうん、その時にいただいた初めてこう絵と丸絵、こう自分のなんていうんですかね、立ち位置がみんなが書いてるんですよ。あ、初めて自分の名前があるみたいな。へ、それは未だに撮ってますね。多分それは一生撮っておくんでしょうね。そういうものなかなか捨てられないですけど、うん、まあ、私なりのちょっと断捨離術っていうのをちょっと見たいと思うんですけれども、うん、もう今使ってるか使ってないかで判断して、うん、あと洋服だと、はい、もう1年間着てないものはもう絶対捨てる。なんか去年着た冬服で、あ、もう今年着てなかったらもう捨てるっていう、そのシーズンが終わったら捨てます。思いっきりできます？私結構捨てちゃいます。あ、やっぱりなんかね、そういう冷たいとかあるもんね。わかるね、うん、そんなことないよ。ないけど、うん、あとは普段からは、うん、逆にこう物をあんま買わないっていうのも気をつけてます。あ、だから貯金が多いんだよね。なんで知ってるんですか？知らねえか。知ってるわけねえだろ。洋服に関してはこうやっぱ握手会とかこういうお仕事なんで必要なんですけど、 そうだね、必要だよね。それ以外のものはなるべく
なんかあんま買わないように気をつけてます。でもあれ俺のこの間ね会ったらあの友達が言ってましたけど、うん、1個靴を買おうと思ったら、はい、やっぱ1個捨ててから買うんだって。そうすると増えないよって言われて、はあと思って捨ててから買いに買うの。そうって言ってましたよ。確かにそれいいかもしれない。そしたら物増えませんよなんてことを言ってましたよ、うん、交換するってことですね。そうですね、年末に向かって皆さんもね、うん、あじゃあもう新たな気持ちになるためにそうです ね断捨離した方がいいかもしれません、ね、うん、ちょっと乃木坂グッズとみさみさグッズは捨てないでほしいなって思いますはい、皆さんもお部屋を掃除して気持ちよく新年を迎えましょう。以上みさみサークルでした。さっきより君を好きになるよ、なぜだろう、もっとお送りしているのは乃木坂46で空気感です。あの先日クリスマスライブを終えたばかりなんですけれども、はい、ラジオネームやばけあとみさみサークルさんから、うん、空気感という曲で、この曲ですね、私の持ってる風船が割れちゃって紐だけになって、うん、しっかりエア風船見えましたよとお便りが来ていたので、この曲にしてみました。優しいね。優しい、優しいね。ここで乃木坂インフォメーション。来年の2月に乃木坂46、のバースデーライブの開催が決定いたしました。ほう、2月20日月曜日から22日の3日間、埼玉スーパーアリーナにて行います。初日は橋本奈々美の卒業コンサート、ラストですね。皆様ぜひお越しください。モバイル先行一時申し込み受付は12月11日から12月18日までです。そして明日ですね、乃木坂46の3期生がお見立て会というものがありまして、それが武道館であります、うん、席はソールドアウトなんですけれども、3期生多分これは今聞いてないと思うんですけれども、緊張すると思いますが頑張ってください。行かれる方は3期生しっかり見てくださいね。金粒 with Takahiro Kojima and Misa Eto。 金粒With Takahiro Kojima and Misa Eto。 さて、今夜はあなたはアメリカといえば何を思い浮かべますか、日米関係はいいと思いますか、今後変わると思いますか、ということで皆さんからのね、メールいただいておりますけれども、堤さんのお話を聞いて、はい、みんなからですね、感想ということでね、いただいております。高垣北海道が、先ほどのトランプさんに対するね、先ほどの話でトランプさんのイメージが変わりました、はい、まさかの暴言の数々が作戦だなんて思ってみませんでしたね、うん、でもね、よーく考えてみると、トランプさんのニュースはいくつも思い返せるのに、クリントンさんのことをほとんど思い出せないことに気がつきました。確かに。なるほどね。ニュースで取り上げられるのは確かに。ね、トランプさんでしたもんね。それから、金色夜叉。堤さんのお話を聞いてね、自分がちょっとあまりにもこういろんなことが分からなかったっていうこととか、うん、トランプ氏陣営のクレーバーさ、それから日本の危機感を思い知らされました。またもはや今の日本の現状をお偉いさん方だけに任せている場合ではないと悟り、少しでも勉強して今後の選挙などに生かせればと思いました。そうなんですよね、うん、我々が一番こうできることを選挙で投票でね、うん、はい、自分の意見がそこはねできますからね、うん、それから初メールです、ね、お読んであげてくださいよ。あた読みますよ。嬉しいことですよ、ね、初めて送ってくれるって、ゆうくんです。ゆうくん、ね、アメリカといえば何を思い浮かべるかというと、フレンドリーな人が多いという印象かなというね。自分の育った ところで、まあ、青森県の三沢市ですかね、うん。そこには航空自衛隊とアメリカのね、米軍の基地がありますと。うん、年に一回三沢基地の航空祭を筆頭に、地元のお祭り、それから市民活動等で、三沢市周辺に住む日本人、アメリカ人の交流を深める機会があります。確かにお互いいろいろな個性があるし、言葉が通じないことがあってもね、うん、アメリカ人はとても明るくコミュニケーションを求めてきますということで、フレンドリーな人が多いなあという印象があります。そうですね、うん、それから大阪のジンさんもくれてます、はい、いちいち協議しないと決められない団体より、トランプ氏のように二国間の話し合いで決めるっていうのは、うん、もしかしたら正しいのかもしれませんね。やはりトランプ氏はビジネスマンですね。今日はとても勉強になりました、
ね、それから愛知県のヒロ、はい、今夜の話を聞いてトランプさんの過激な発言は戦略でもあったわけですが、大切なのはね、大統領に就任後、うん、日本にとって有益な政策をどれだけ進めることができるか、まだまだトランプさんの本心が見えず不透明な部分もあり不安があります。今後の重要な焦点になると思います。だからこういうのであれだよね、うん、我々もニュースとか見ながらこの人がどういう行動をするのか、どういうふうにしてるのかっていうのをしっかり見ていく、なんかそんな必要もね、改めて今日の堤さんのなんかあのお話を聞いて思いました。私のライブ明日名古屋に、でライブがありますんで来てくださいね。時間がね午後2時から始まるということでございますね。さっき斉藤さんに聞かれたんですけど答えられませんでした。ちゃんと把握してください。ちゃんと把握してください本当にね。それから12月の25日に東京の方でこれは、クリスマスパーティーと一緒に合わせたライブがございます。この時に何にも今年作ってた曲の中の新しいバラードをちょっと歌おうかなと。あ、新曲ってことですか。新曲ですね。お、クリスマスに、ねね、それから一番最後が12月の29日木曜日、はい、山梨県の方で天空まであります。それから多分来週になるとまた1個ね、はい、新しい情報が出せると思いますので、お、詳しくは私のホームページ見ながらぜひ遊びに来ていただきたいと思います。曲は小島貴博でレジェンドでした。With Takahiro Kojima and Misa Eto. え、神奈川県の音野がくれております、はい、私にとってアメリカというとやっぱりまだ第二次大戦という印象が一番なのかなと思います。亡くなった祖父は戦争を経験していたので、うん、小さい頃に戦争の悲惨さそれから戦地のことの話をよく聞かされました。この先はさ、地球というこの時代に生きてる人間なのでいろいろあるけど、みんな仲良くしていこうぜというのが私の意見なんですけれども、というのをいただきます。まあ本当ある意味これでまたいろいろなところでまたね選挙があったりとかってね、はい、国でね、うん、あったりなんかして今転換期なんていうね言葉も今日堤さんからも出ましたし、大きく変わるって言ってました、ね、チャンスっていうのもありました。まあそれには我々もしっかりですね、うん、なんかいろんなものを見たりね情報を聞いたりそれで自分の中でこう整理していくっていうことがちょっと大事ですね。そんなのを改めて思いました。だからこの番組でリテラシーみたいなこともやりましたけども、うん、そのなんかリテラシーのなんかさらに大事さも、うん、まあ、またまた今日堤さんの話聞いて、はい、鵜呑みじゃやっぱダメだなみたいな、うん、それからちょっとあおかしいなと思った時に立ち止まるっていうね、なんかおかしいと思った違和感はちゃんと自分の中でキャッチしておく必要があるんだなっていうこともね、こうやって聞くと確かにそうだなって思うけど、それが普段からできるようになる、ね、ようにならないとダメだってことだね、うん、というわけで今日も最後まで聞いてくれて本当にどうもありがとうございます。来週月曜日からベイ FM はパワーウィーク、金壺はボードゲームをテーマということでございます。もしかしたらプレゼントがあるかもしれません、うん、ということでお相手は乃木坂46の江藤美里、小島貴博でした。